All right. ヨーロッパの建築の例にしましょう。ヨーロッパはですね、石の文化なんですね。自然と人間の間に石を積んで教会を作るんです。だから、自然に対して石でカバーするんですね。石は強いから人間は守れるんですよ。なんですけど、日本は台風もあれば地震もあれば津波もあれば、すごく自然的な脅威はすごく多い。だから日本人は何千年も前から自然と人間がこう境界を作って分かれるんではなくて、自然がまずメインで、そこに人間が寄り添うっていうようなことをずっとやってきたんです。だから八百万の神、クライアントから挑戦的な家を作ってほしいって言った時にですね、僕はすごく歴史を調べました。その時に、20世紀のことを考えたんですね。で、20世紀に日本が忘れてきたものってあるなと思ってて、それは日本人っていうのは自然と建築をすごく融合する、自然に対して建築が寄り添うっていうことをやってきたと思うんです。これは日本のですね、伝統的な工法なんですね。日本は海に囲まれているので、海のこう潮風が強いんですよ。その潮風から木を守るために木の表面を焼いたこういう杉、焼き杉って言うんですけど、焼いた杉をこうやって張ってるんですね。なんですけど、そのままだと真っ黒すぎるので、その焼き杉の表面を少しだけこう落としてやったら、こういう、やった時にはもう少し黒かったですが、今はこうやって本当にシルバーのなんかすごくいい味の表面が出てきてますね。これがなんかこう建築の持っている時間が経過して建築が良くなるっていうのはすごく感じますよね。いいね、この景色ね。あそこと全然対照的でね、ここからもいいけど、あそこからも結構面白いから、ちょっと歩きましょう。これはすごくシンプルにできていて、光も入れながら風を抜くっていう両方の機能を持ってます。なんですけども、ここでは風だけを抜く窓、光はって多分思うと思いますが、光は室内に入ってからのお楽しみですかね。ここがエントランス、玄関ですね。日本でいう玄関で、さっき外の窓はこう光は入ってきてませんが、今まさにこう上見ていただくと分かるんですけど、この建物はですね、16個のトップライトがあります。トップライトは壁についている窓のだいたい3倍ぐらいの光が入るって言われているので、すごく中は明るいです。自然に寄り添いながらすごく開放的になる空間にしたいっていう話をしたと思うんですが、っていうので迷路のような空間っていうのが2つ目、中なのか外なのかわからない、まさにタープのような空間。ここはキッチンです。ここはキッチンで、キッチンもやっぱりで、ここからこの中庭に対してこう食事をこうサーブすることができる、これよくない、こう釣って。いいですね。
the ideal to have two kitchens inside and outside, but the space is limited. So he put the kitchen where you can connect to inside and outside. こう閉じていて、閉じていて、こうやって開くことで、ここはが一番中と外が本当にこの扉一枚でこうチェンジするような場所。例えばそこでこう話ができるし、そこから食事してここでご飯食べれるし。お、OK。わお、Thank you。Thank you。このバー、カウンターは外なのか中なのかわからないよね。もうすごい中間だよね。だからさっき言ったようにタープのような建築っていうのがまさに、こうやって切り取ることがで意識化する。だから自然の中に自分がいるんだって認識させられる場所だと思う。なんか水筒が出てきそうなんですよ。もう住宅地、要は東京っていうすごく大都市のその住む場所のほとんど多分教会になるような場所がこういうここかなってもう見ていただくと似たようなお家がいっぱい建ってます。で逆にこちらサイドを見ると農地で、この細長いこの場所だけがなんか取り残されたような場所、取り残されたような場所なんですね。で、この場所をですね調べていくと、キャンプってあるじゃないですか。僕ねアウトドアが結構好きで、外に出ていくでしょ。そこでこうテントを張ったりする。で、テントよりもこうタープっていう、こう屋根だけのこうあるんですね。タープってあれにすごく似ていて、なんかこうタープってこうちょっと守られているんだけども完全には守られてない。だからタープの下にいたりするとすごくこう開放感を感じるんですね。開放していくことなんだろうって考えた時に、それはやっぱりその自然となんか一体になるような、融合になるような感じかなって思ったんです。本当に自分がどこにいるんだか分かんない、どこにいるんだか分かんないっていうよりも、なんかタープの下にいて本当にこう自然の中にいるのか室内にいるんだか建築なんだか自然なんだか分からない、そういう状況をここに住んだ時に人間が自然に寄り添いながらすごく開放的になる空間にしたいっていう話をしたと思うんですが、それをするために5つの方法を僕は考えたんですね。それが今言ったトップライトっていうのが一つで、今話をしたで壁に関しては、外はでこういう色、初めはですね室内と外の壁の色はまさに一緒の色でした。室内はこういう柿渋とベンガラって言ってですね、やはり日本の伝統的な色なんですね。It's using the persimmon. Persimmon. Yeah? Yes. Yeah. It's a juice of the persimmon. We dry the persimmon in the sun, so we make a dried persimmon, and that take a juice from it. That can be the color, as well as the red shell, powdered red shell, red color shell. Like an eggshell. Seashell. Seashell. 砕いてね。 For the polishing. That is also the Japanese traditional.So he was trying to have the same plants inside and outside. So with the maze, you will be confused whether you're inside the house or the outside. And the same way, the floor is also have the similar finishing. これはですね、陣研ぎ仕上げって言って、白セメントと石、骨材を入れるんですけど、骨材を入れて人が手でですね、すっごくこう削り出す、磨き出すっていうようなやり方なんです。まあ、すごく昔からじゃないけども結構100年ぐらい前から日本でも使われている技法の一つです。ここがリビングルーム、リビングルームスペースで、いくつものトップライトがこうやってあります。
空も切り抜かれてますが、こう壁に関してもこう正方形、スクエアな切り取られ方をしています。こう来るとリビングスペースで、ここが、ご夫婦の寝室ですかね。上から光をもらい、風はここはこう風をそうやって抜かせます。あ、結構綺麗、いい風が入ってますね。でこうちょっとここにこう見る、こう、うん、いや、うん、寝室で、This area is outside, so this area is inside and outside. You can see the bathroom. This is toilet. Bathroom. やっぱこういろんなところ、大事な場所には常にこうトップライトがあるんですね。Light is so inside. This isnatural light, and at the night, light is inside. This is corridor light, very simple light, very, very cheap. Like this. Oh, how great. Yeah. ここも、コートヤード、中庭。洗濯物干しと犬の場所。これがご主人の書斎になってます。 Daughter's room. そうですね、あの自然の中にいるっていうのをすごく感じます。例えばこの天窓から、あの雲の動きとか天候の変わり目とか、昨日の雨もそうですし、雨粒がポタポタポタからザーって降る感じとか、うん、まあ、横になってても、あとこう上を見上げている時に月が見えたり星が見えたり、あ、オリオン座なんかも綺麗に見える時がありますし、そういう感覚っていうのは今まで経験はなかったです。So what he wants to do next is to have multiple floors and even make it even more complicated to get the lights and the nature inside the house with the different multiple floors. かわいらしい。